中小企業が立ち並ぶ墨田区。印刷業を営む企業がある体験を行いました。燃料電池自動車、未来の大容量外部給電システムを使い、災害時の停電でも事業を継続するための BCP 実践体験です。ここ墨田区は荒川と隅田川に挟まれ、荒川が氾濫すると長期にわたり浸水し、停電も続く地域に指定されています。そのため災害時でも事業を止めずに継続させるための備えとして、未来の大容量外部給電システムを使った BCP を体験されたのです。ここ数年、日本各地で台風など災害が多発し、その損害額は2兆1500億円。多くの企業が操業停止に追い込まれました。そのため近年、緊急事態においても事業を継続するための事前計画 BCP が注目され、大企業の9割が BCP を策定し災害に備えています。一方、日本の産業をそこから支える中小企業では3割程度しか備えていないという結果が出ています。この状況に警鐘を鳴らすのが、長年 BCP の必要性を提言され、多くの企業の BCP 策定を手掛けた名古屋大学減災連携研究センター西川悟教授。 BCP のエキスパートが中小企業が BCP に取り組めない実態を探り、未来を使ったBCP 施策の有効性を実証します。はじめに、なぜ BCP に取り組めないのか、西川教授に伺いました。それは、そのための人、物という大きな課題があるからなんです。やっぱり BCP のことはよく言われるんですけれども、分かってはいるんですが、どうしてもですね、少人数で対応しているというのもありまして、それに割ける時間ですとか、人件費の余裕もなく、なかなか取り組めないでいます。では実際に電気が止まったらどのようになるのでしょうか。広域停電が発生したと想定して、オフィスの電気をシャットダウンしてみます。実際に社員の皆様はどのように困るのでしょうか。本日発送分の、印刷物の出荷ができなくなってしまう。サーバーが、この会社のシステムの一番の要となってますので、どのようになっているか、そういう状況を確認し、ダウンしていればその元のブレーカーを確認すると。でさらにはそのブレーカーも問題なければ、こう地域的なものを情報を集めることをしますよね。お客様からのオーダーと、その日の、入出庫、サーバーが落ちちゃった時にはそれがもう全く確認できない状態になってしまうので、即時に電話でお客様に確認取って状況をご説明して対応するっていう形しかないかなと。突然停電が発生すると、企業活動は停止に追い込まれます。社員はそれぞれ様々な困りごとに直面いたします。では数日間停電が続いたらどうなるでしょうか。だいたい1000万ぐらいの損害が出るのかなと思うんですけれども、10日間となると、もう実際に会社が立ち行かないような状況に追い込まれてしまうかもしれないです。いつも業務をこなすときにネットワークを使って近隣の他の中小企業の方と一緒にお仕事させていただいているので、協力会社の方にも影響がすごくあると思います。ではその中小企業にとってのこの課題を解決するいい手法は何かないでしょうか。実は自動車を BCP の実践に活用するという手法があるんです。 BCP の実践に活用できる燃料電池自動車ミライ。ミライは酸素と水素の化学反応で大きな電力を生み出し、災害などによる停電時には電力を供給する発電機として活用できます。さらにミライと可搬型給電機パワームーバーを接続すると、最大電力 4.5 キロワット、総電力量 75 キロワットアワーの
企業活動に必要な大容量の電力供給が可能になります。可搬型給電機パワームーバーは未来の発電能力を最大限に引き出せる装置です。ボンネットしたコンパートメント内にある未来の外部給電アウトレットに給電コネクタを接続し、開始ボタンを押せば AC100V の電気が使えるようになります。必要に応じて延長コードで配線を伸ばし、 PC のプラグをコンセントに差し込めば使用できるようになります。今回未来を活用した BCP を実践体験された企業様の災害時事業継続活動のために必要な電力量を計算すると、1日あたり約 24.6kWh、 未来を BCP 施策として使えば約3日事業継続が可能になります。本当にその車を使ってこういったことが、まあ、簡単にというか、身近に例えば車用車で持っていてなんてできるなんていうことは、その今までは想定していなかったので、停電ですとかそういったことが起きた時に、まあ、その未来という車を使って業務を続けられれば、まあ、会社にとってそれは大きなメリットではないかなと思います。未来の大容量外部給電システムが活用できるのは企業の事業継続活動だけではありません。災害が発生した地域の医療現場でも活躍が期待されています。意外とその大きな電子機器、例えば MRI、CT とかですね、そういったものを動かさなければ、電子カルテとかはそんなに実は電力を食うものではないんです。一般の事業者さんと一緒になります。ですから例えば未来1台があってフル充電してれば 4,5 日は持つはずなんですよ、うん、一つのものだけに頼るんではなくて、さまざまに重層化をして災害に対応する。例えば電源であれば非常用発電機がある、そしてその車もその電源として使い得るっていうような、こう組み合わせでどんなことがあってもそこそこ対応できるようにするっていうのが、多分災害に対する対応の考え方だなっていうふうに僕自身は思ってます。 BCP に取り組んで非常用発電機を備える企業も増えてきました。ただ普段使っていることはありません。いざという時に動かないというトラブルも発生しかねません。しかし未来を導入すれば、普段は車有車として使い、非常時には非常用電源として使える、このような二刀流の使い方ができます。これは中小企業にとってはとても有効な施策と言えます。